どうも、レオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、竜話如くオンラインガチャ引いていきたいと思います。はい。はい、ドラゴンフェス。来た。はい、レイドでございます。来た。来ました。前回はミラティブでボブ祭りしましたが、はい。今回は YouTube でやろうと思ってます。今週金曜日。もうやる。うん。ボブ祭り。前半というか、第1部 YouTube で金曜日にやり、うん第2部ミラティブで別日にやろうかなと思いつつ思ってますんで、まあそれはリマインダーとか立つと思うので、皆様ちょっとお時間あれば遊びに来てくださいということですね。お願いします。はい。てなわけでドラゴンフェス何が出たかというと、半純義と真島五郎両方括弧投資ですね。真島さん、真島さんだ。来たね、ポチの好きなというかさ。いやー、そうか。真島さんなんだね。今6なんよね、確かに。6だね。そっか、真島さんか。そうなのよ。いや、半純義はまあそうだよねと思わなくはないんだけど、そうか、やっぱりあれか、小栗旬来なかった。染谷決戦ブラック来たばっかだもんね最近投資になってるからさ、投資だよねまあ見てみよう。まあいつも通り300、600、900、700、1000ですね。はいはい。で投資感がねえんだよ。マイク持っちゃってしな。前の半純義のが投資感があったよ ね。殴りかかってたからね、なんかどうしたみたいな星屑の夜投資ではないよね、確かに。うん、なんかさ、もっとあったじゃん、あのコンテナ化みたいなところでさ、最後の戦いするようなところとかもあったじゃない、うん、あったと思うんだけども。でさ、いやでも、うん、まあ、あの絵柄は別にね、新しい絵が来るのはね、いいんですけど。そうか。でもこれでさ、歌ってる軍団増えたね。花ちゃん、秋山さん、半純義。あ、そうだね、マイク持ち。あとマイク持ってる誰かいたっけ。ゴール持ってたっけ。ゴール持ってないっけ。持ってないじゃない、確か。マイクってそんなにいないんじゃない。はるか持ってないんだっけ。はるか持ってたっけな。ちゃんと見てないの。持ってないのかな。マイク軍団並べられるよ、今度。また新しいカテゴリー。怠慢の迎撃に。特製マイク。そう、特製マイク。いるかな、それ。まあまあ、行きましょう。真の防御ですね。はい、はい、リーダースキル全味方の回避率 10% 上昇、バトルスキルクールタイム13で敵全体へ 70% で4秒間の混乱と、味方全体に10秒間の無敵、受ける攻撃2回まで無効、でヒートアクション消費ゲージ1のクールタイム15、自身の回避率を8秒間 30% 上昇、でアビリティ1、自身へ水商売の特性を持つ味方人数 ×6% 分状態異常を除く全てのダメージをカット、でアビリティの2、自身の回避率を攻撃タイプの敵人数 ×5% 上昇、で奥義が防御陣、特性が水商売、海外組織、ステータス体力34,34、攻撃力4,459、防御力5,659、速度263と。はい。はい、また防御陣のキャラクター。防御陣、だいぶ防御陣。ね、防御陣だらけ。増えたんじゃない？本当にここ最近で。増えたね。で、アビリティの2、敵が5あったら、攻撃タイプだったら 25% 回避率が上がります。ーリーダースキルも合わされば 35% 回避がデフォになります。でヒートアクションを打つことでさらに 30% 上がるから、あと装備とかでも上がるんですか。 65% とかかわしまくる状態になる。結構避けるね。だね。リリみたいなことかな。そうなりうるのかな。そうなのかな。でかつ、まあ、水商売固めれば仮に食らったとしてもダメージカットも、まあ、マックスで5,630%かかるってことなのかな。水商売か。で敵全体に混乱も打てますよ。
で 無敵も付与しますよ、うん、まあ、防御キャラとしては申し分なしなのではないかな。うんうんうん、うっとうしいな。でマイク持ってるんでしょ。うっとうしいね。腹立つってなりそうな予感。さあゴングをって言ってて回避率上げるのどうかと思うけど、うん、この野郎って思うけど、うん、避けるんだね。戦うわけじゃないんかい。戦いはしない。闘志はあまり感じないけどヒラ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 してね。まあまあ、あーなるほど、うん、なんか防御タイプと言いつつ厄介だな。結局厄介かな、うん、割と厄介そう。まあ負荷もあるからね。回避負荷のやつもあったりするからね。まあまああるからね。回避負荷その辺がどうなのか。まあでも防御陣キャラは今めちゃめちゃ増えてるから、うん、いろいろ合わせ方によっては、まあ悪さのしやすさはあるだろうね、うん、取り回しとかバリエーション多いもんね、うん、ボス教習とか闇討ちのキャラ増やしてほしいけどな。増えないね。増えないんだよな。まあまあこんなキャラクター、はい、そしてレイドでこれが出てこられてもっていうのはあるんだけど、正直そうだね。あのレイドだとちょっとね、うん、ちょっと倒しづらさがあるんだよな。攻撃力が欲しいな。まあまあじゃあ次行きましょう。はい、はい、鎮鬱な石眼真島五郎闘志。真島さん来た、うん、鎮鬱と闘志というのはどういうことなのかと思っちゃう感もあるけど、もういいよ、かっこいいだ。いやまあそうだね、かっこいいだもうあでしょうね。もうこれだけでいいよ、はい、陽の補助、うん、ですね。陽だって。陽なんだ。陽だって。へえー、まああのジャケットの色とは合ってっけどね。そうだね。初じゃない。初かな。陽属性で出てくる陽は初めてかな。あのそもそも真島さんの種類多すぎ説はあるんだけど、初だ気がするけどな。真島さん、うん、まあまあじゃあ見ていきましょう。リーダースキル、攻撃タイプの敵の攻撃力をマイナス 15% 減少、うんうん、でバトルスキル、クールタイム15、敵ランダムに8回攻撃力 180% 攻撃と自身のスキルクールタイムを7秒間 30% 加速、うんうん、でヒートアクション、敵全体へ4秒間の封印、消費ケージ3のクールタイム15、うん、でアビリティ1、自身への封印を無効と状態異常になる確率を 30% 減少。ほう。アビリティ2、登場回の特性を持つ味方の BS ヒートアクションの封印の効果時間を1秒増加と速度を 10% 上昇、うんうん、で奥義が連撃の構え、はい、で登場回組長、うん、体力が 28,312、攻撃力 5,102、防御力 4,888、速度 286。 はいはい、電撃キャラだね。そうね、うーん、攻撃力高いね。速度ちょっと電撃補助キャラにしてはちょっと遅めではあるのかな、最近の中では。うんうん、でこれがアビリティが結構こうですね、まあ、自分は封印そもそもされません、うんうん、で状態異常も 30% 減少してますよ、うんうん、だしアビリティの2が登場回の特性を持つ味方の BS とヒートアクションの封印の効果を1秒増加、うんうん、プラス速度 10% 上昇ってことだから、うん、まあ、分かりやすく言ったらシマノ、うんうん、手榴弾持ってるやつ、はいはいはい、とか、あとブラックもそうだけど、まあ、両方手榴弾持ってるんだけど、あいつの封印の効果時間がまず1秒伸びますよ、うん、だし速度も 10% 上昇しますよ。うーん、速度 10% 上昇ってことはあれか、あの服着た島野とかもそうなのか、うん、5連撃する島野いるでしょ、うん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 、あれとかの速度もさらに上がるってことなのかな、うん、だから登場回のキャラクターに封印系のアビリティを入れればいいの？ヒートアクション、あ、BS か。BS を継承させて伸びる。やればめちゃめちゃ速度も上がるし、封印もめちゃめちゃかかるしっていうふうになる。あ、ソメヤとかもそうなんじゃない？あれも封印だった気がするな、連続で。それをこう BS を継承させたりとか、うん、すると。いいのかな。結構ずっと確定で封印させ続けられるような、まあ1秒ってどうなんだろう、うん、まあでもでかいよね。まあ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 、でもうんっていう感じのことができるんじゃないかな、うん、まあなんかちょっと
速度 10% アップは結構連撃する側としては美味しかったりするんじゃないのかな。そうだな、嬉しいな。うん、ああなるほどね。でまあ何より BS もさ、真島さん自身の BS も封印系にしてしまえば、うん、でこれ実質ヒートアクションとかも4秒間って言ってるけど5秒間になるってことでしょ。うん、ってことだし、BS でさらに封印とか打っちゃえば、みたいな感じになるのかな。でも自分だけでも早くなるしね。うん。だから一生封印させられるようなこともできるのではなかろうか。うん。なんか、面白いな。もう首輪はごめんやで、封印無効はちょっとかっこいいなとは思うよ。うん。うん、そうだね。それはもう、それはね、合ってるね、うん、ちゃんとね、うん、ちゃんと合ってる。なんていうのそれ、なんか名前、名前、名前と題名、スキル名、アビリティ名と内容が合ってるね、うん、さあゴングで回避率上げるのはちょっとわからんけどだからそこでなんかこう、わかんない、シュッシュッシュって避けてるのかもしれないじゃん、こうやって攻撃せえよまあ防御タイプだからあれだけど、まあこんな2人でございますと。まあ、こっちの方、真島さんの方が、うん、まあ、BS も8回連打とかになってるから、レイドでも使いやすいんじゃないかな。ああ、なるほど、そっか。きっと。きっとね。うん。わかんないけどね、使ってないから。わかんないけど、使ってないから。まだ取ってもないし。うん、じゃあ、まあ、ガチャ行こうか。うん。はい、行きましょう。欲しい。欲しいね。欲しい、真島さん。まあまあ、ポチはもう、脳死状態で欲しいでしょ。いや、欲しいよ。ガチャ詳細見てみましょうか。ハント、まあ 0.5 ずつだよね。うん、真島さんだけで。誰がいるのか。ああ、ゆきちゃんがおるんだね。ゆきちゃんとか囚人とか。囚人見た。そうだね、坂手フォークさん。うん。うん、残りはまあ、いつものメンバーですかね。かな？はい、じゃあ、どこまで行こうかな。ステップ。100足りないのよ。そうだね。あれ、おじいちゃんとこ行った？おじいちゃんとこ行った。行って100足りないの。行って足りないの。行って足りないけど。じゃあ行けるとこまで行けばいい。まあ行けるとこまで行っちゃおうかな。うん、で、うん、あのやってる時にまた100貯まるから、 そしたら確定行ける。まあ角で1体取れるしね。うん、まあまあじゃあ行きます。逆にここで出てくれちゃえばもうそれでもう。そんなんさ、ここで出るわけないじゃん。お緑、お久々にウォーンっていうの見た気がする。お来た、緑の人だな。あ逆手フォーク来い。逆手あ、違う、綺麗な人来た。しぶきさん来た、ありがとう。まあまあありがとう。わあ、いいスタートではあるのかな。で、真島さんがガチャの時、だいたいポチにもそもそも座れてんのよな。でも欲しい。じゃあ、でも、ハンジュンギーがいるじゃない。来た。お、なんか、あれ、今日いいじゃん。今日いいぞ。え、最近ガチャ上手だよ、レオは。なんで？いや。来た？来た？あ、ちょ、すごい。すごい。使って、お、く。すごいのか、これすごいのか。逆手、まだ諦めんな。逆手フォーク来た来た、ね、あ、初ゲットだったんだ初ゲットだったんだ、やったー。ああ、ありがとう。あー、そっか。あ、綺麗な方。その必要はね。いや、お前も今必要ねえんだよ。逆手仕事の話を違うのよ。えそんな顔で出てくるんだ。闘志こっちの方が感じるけど。やったらおめでとう。キャラストあるんだ。おめおめ。キャラストあるよ。絆を上げれば、うん、ダイヤが増えるよ。いい感じ。え、今んとこ全部さ、今んとこ SSR 出てる。20連して SSR3 枚でしょ。やばくない？やばいよ。やばいんだけど、違うのよ。やばない？いや、まあまあ行くよ。次何倍なの？次、2倍。2倍か。もう逆手出ちゃったからな。来た。お、いやすごいよ、今日すごい、今日すごいぞ、すごい、はい、あ、はいはいはい、割れろ、割れてくれ、割れて、あ、いた、
いいの、真島さん。これすごい。これは今日すごいぞ。それも真島さんになれ。全部、真島さんにならんか。ならんか。どっち？真島さん。どっちだ？真島さん。真島さん！え、めっちゃ好き。あった。え、このいいなあ。やったぜ。いいなあ。やったぜ。いいなあ。あ、来たな。いや、もうじゃあ。ダメだよ、とっちゃ。ポチの真島さんなのに。ごめんなさい。すいませんね。じゃあ、ちょっと今回は、今回ばかりは。やだよ。いただきます。やだよ。すいませんね。たまにはいいんじゃないですか。そんな日があっても。真島さん。いや、ドラフェスで出たステップ3で、そこはハン・ジュンギ出すとこでしょうよ。ごめんなさい、ハン・ジュンギ出してポチが真島さん出すところでしょうよ。すいません。これはちょっと真島マウント取ったろ、ポチに。いや、もうじゃあ僕はここで撤退します。ポチさんにも真島さん出るといいですね。応援してますよ。出すもん。ニヤニヤしながら見てますよ。じゃあポチに変わります。はい、ついてる。オッケー、いけるよ。はい、いける。いける、いけるわ。もういけるわ。いや、もうついてるって言ってる。僕はもう今ホッとしてるんで。ガチャへようこそ。ゆっくりゆっくり見てます、ね、今真島さんがついてるって言ってくれた、言ってた。プチは最後までいけないので。はいはいはい。もういけるとこまでだな。うんうん、ステップ3ぐらいまでかな、かな。マジか。3でゲットできるの、ポチ。そんな珍しく弱気じゃないですか。マジマさん、マジマさん、マジマさんだけは絶対欲しいの。しかも今回セレクトに使えないし、セレクトになるか。マジマさんだ、マジマさんだ。いい調子、いい調子だな。まあ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 、スタートはそんな感じじゃないですか。え、いいっすよ。たまにはこうさ、いいじゃん。たまこちゃん、花も出してくれても。たまこちゃん、このために待ってたのよ、ポチは。まじまさんのために。そうだね、それはそうだよね。まじまさんが欲しい、まじまさんが欲しい。まじまさんって言い過ぎだからね、ポチさんもね。あんまり欲しがっちゃいけないのかな。欲しくない。でも本当は無理だよ、こっち。そういうの隠すことができないの。欲しい、真島さんが欲しい。めっちゃ南、南出過ぎじゃない。で、真島さんの射程。あ、そっか、こっから射程が来てからの、こっから。へえ、待って、900だから、そうだね、ここまでになるんだね、一旦は。で、貯めたら4までいける。いけるって感じだね。いや、でも真島さんが欲しい。さあ、ラスト勝負。白、来ないな。でもロードまあまあ長かったけどね。うんうんうん、まあ、卵ちゃん青いね。ダメだ。あ、赤になったね。真島さん、あ、あ、真島さん、ダメ？いるかもしれない。いるかもしれない。お願いだよ、お願いだよ。違うよ、違うよ、違うよ。ごめんね、違うよ、違うよ。さあ、ゴングを。違うよ、違うよ。マジマさん、来たじゃん。かっこいいから好きだけど。いや、違うよ。よかった、お互いほら特攻取れたし、レイド頑張れるね。頑張れるね。ポチはちゃんと半熟取れたし、あとちょっと貯めるわ。俺マジマ取れたし、悔しい。マジマ、俺マジマさん取れたし、ポチも半熟に取れたし。なんで来てくんないの、マジマさん。頑張るわ、あとちょっと貯めて。いや、お互いステップ3で出ましたから。ね、ね、貯めて。いや、すごいですよ、珍しいですよ。ドラゴンフェス大体俺ら惨敗するのが。そう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 、
貯めてさ、まじまさん迎えに行くわ。どうしよう、全然テンション上がってないじゃん。複雑な気持ち、今。あ、でしょう。ハン・ジュンギもかっこいいし好きだよ。うん、そうでしょう。好きだし、まあ、今回ね、なんか避けるキャラでね、いいキャラだと思うよ。うん、そうだね。でももう、もう見た時から心はまじまさんだった。まあ、そっか。でも大丈夫。たまごちゃん。大丈夫、そのまじまさんは、いるからちゃんと。俺の方に。くれるの？だからポチがその救援で出してくれれば、出してくれれば俺のまじまさんが叩きに行くから。やだ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 。安心して。うん、取るもん、頑張って。あとちょっと貯めて、ステップ4後で引く。ああ、そうね。で、取る。絶対取る。ああ。そこで。すごいな。もう絶対。とんでもない気迫を見せてくるじゃん。うん。ピックアップ2倍だから。え、ね、さっきも2倍？さっきも2倍だったね。あ、2倍なんだ。うん、ここ3倍にしてくれてよくない？そうだね。ダメ？頑張るわ。あ、オッケーオッケー。それまでは、それまではこのまじまさんに慰めてもらう。そうだね。慰めてもらいながら、うん。レイドを楽しみましょう。はい。とりあえず。うん。はい。はい。それでは、今回はここまで。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またね！バイバーイ！